はい。で、今、酸性の正体はどうやら水素イオンらしい。アルカリ性の正体もどうやら水酸化物イオンらしいというところまで分かりました。で、それを確かめる実験です。今、ほとんどの教科書で採用されている実験ですね。タイトルのところに pH 試験紙を使って、酸性、アルカリ性の正体を確認する実験と入れましょう。正体を確認する実験ですね。正体を確認する実験。で、使うのは、これ真ん中のところ、皆さんの教材だとちゃんと緑色になってるのかな、なってますよね。pH 試験紙。これ、ろ紙ね。ろ紙の上にこう pH 試験紙を乗せて湿らしておく。その形です。ろ紙。で、これをね、水で湿らしておく。あ、この矢印のところにそれぞれ入れてください。水で湿らしておくっていうのは、まあ、イオンっていうのは水に溶けるものなので、水で湿らしておけばもうこう、自由に行くべきところにイオンは移動します。で、これ真ん中のところ、これちょっと糸っぽくできなかったんだけど、これはね、塩酸、塩化水素水溶液のことです。塩酸を染み込ませた糸。で、塩酸というのは塩化水素 HCl の水溶液で、まあ、この中で H プラス水素イオンと Cl マイナスに電離します。で、塩酸が酸性を示すってことはもう確認できるね。リトマス紙でも何でも確認できる。じゃあそのうちこの H プラスと Cl マイナス、どちらが酸性の正体なのか。まあ、こっちで分かってるには分かってるんだけどね。で、まあ、この H プラスの方が酸性の正体だってことを確認するためにどうしたかって言ったら、電源電極につなげて電気をかけてみたってこと。で、これプラス極につながってるのが、あ、こうなっててこう電源があるからね。プラス極につながってる方が陽極。で、マイナス極につながってる方が陰極です。で、これはもう絶対のことなんだけど、H プラス、水素イオンはプラスの電気を持ってるはずだから、まあ、この糸の中にたくさん水素イオンが入ってますが、こちら側に移動していくはずだよね。で、塩化物イオン Cl- はマイナスの電気を持ってるので、こちら側、右側にね、プラス極の方に移動していくはずです。まあ、こういうところにもたくさん入ってるんだよ。もう無限にこういうイオンが入っていますが、まあ、代表してこれに書いておこうかな。水素イオンはこちらのマイナス極の方に引き寄せられるだろうし、Cl-、塩化物イオンはプラスの方に引き寄せられる。で、これでこう電源につなげて電極をかけたらどうなったか、この実験がどうなったか、学校でやって印象的だった人も多いと思います。こちらの糸の左側の方がだんだん赤くなってきます。まあ、赤くなるってことは酸性ってことだけどね。あ、皆さんも塗ってくださいね。ということで、酸性の正体は、この pH 試験紙を赤色にさせるものの正体は、プラスの電気を持った水素イオンだと分かったってこと。いいかな？そう、こういう実験とかでそういうことを確認していくんだ。こちら、左側が赤くなった。で、マイナス極に引き寄せられたってことは、この赤色にするものの正体は、プラスの電気を持っているもの。で、プラスの電気を持っているものは、この H プラスか Cl マイナスのどちらしか考えないので、水素イオンの方ってわかります。これで酸性を示すものの正体は、H プラス、水素イオンだと分かったということです。で、今度はアルカリ性の方も調べてみましょう。ちょっとさっきとか書いてかけて、陽極、プラス極につなげてあるので、こちらが陽極で、マイナス極へつなげてあるので、こちらが陰極です。で、今度はこの糸に水酸化、アルカリ性のね、アルカリ性を示す水酸化ナトリウム水溶液を染み込ませておきます。水酸化ナトリウム水溶液を湿らした糸と入れますよ。染み込ませた糸で、水酸化ナトリウム化学式は NaOH で、これは水の中で Na プラスナトリウムイオンと OH マイナス水酸化物イオン、ナトリウムイオンと水酸化物イオンに電離します。で、水酸化ナトリウムがアルカリ性を示すことは間違いない。じゃあ Na プラスナトリウムイオンと OH マイナス水酸化物イオンのどちらがアルカリ性の正体かってことを調べたいので、この実験です。この糸の中にはこれ上と同じ、みんな水で湿らしてるので、水酸化物イオンとナトリウムがこの中にはもううじゃうじゃある。で、水で湿らしてるからもう自由にね、動くべきところに動くってことで、この実験を行うとアルカリ性なので青色になるんだけど、どこが青色になるかに注目してみると、先こっち書いておくか。こっちマイナス極につながってるので、ナトリウムイオンはプラスの電気を持ってるので、こちら側に引き寄せられる。この中に入ってるナトリウムイオンはこちら側に移動していくってこと。で、OH-、水酸化物イオンはマイナスの電気を持ってるので、こちら、プラス側に引き寄せられる。で、どこが青色になるかっていうのを注目してやってみると、今度はこちら側。右側が青くなってきました。アルカリ性だってこと。pH 試験子が青色になったらアルカリ性だからね。ということは、アルカリ性の正体は、プラス極に引き寄せられるってことは、マイナスの電気を持ってるってことだよね。アルカリ性の正体は、マイナスの電気を持ってるもの。で、水酸化ナトリウムというのは電離して Na プラスと OH マイナスになっているはずです。ということで、アルカリ性の正体は OH マイナス、水酸化物イオンだと、この実験で確かめられたということになります。これがこの実験でわかることです。で、あとね、この実験のバージョンとしてさ、こうリトマス紙を赤々とか青々とかね、こう2種類、2個ずつ用意したとか、そういうような実験もあります。で、それはそれで、自分で、次のページにスペースがあるのでまとめてみてください。で、そこら辺がね、どうまとめていいか分かんなかったら、それも質問してもらって全然構いません。ぜひ自分で積極的にやってみましょう。